休憩を解いて再開いたします。続いて通告3番小林和義君の一般質問を行います。5番小林和義君。それではですね、通告に従いまして質問をさせていただきます。今回大きく分けて2つの質問をさせていただきます。1つ目は新庁舎の住民サービスに関することで、もう1つ2つ目ですね、これは住民サービス向上を目的とする業務改善実施策について質問を行いたいと思います。それでは1つ目のですね、新庁舎における住民サービスについての質問に入ります。建設中のですね、新庁舎を覆っている囲い、いわゆるカバーがですね、外され、その姿を見せたときに町民からいろいろな声が私のところに届きました。こんな立派な大きな庁舎を作ってこの町には不釣り合いとかですね、こんなに大きくなくてもよかったのではないのとかですね、どちらかというとあまり歓迎しない声がありました。一方、分散していた各館が一箇所になり便利になるらしいねといった声もありました。そこでですね、今回は新庁舎が姿を見せたこのタイミングでこの庁舎が町民にとってどのような便利さを提供してくれるのか改めて確認させていただきたいと思います。そしてまだいろいろな声があるのは事実ですが、今後はこの新庁舎を最大限活用して町民にとって便利であり、また住民サービスの実績向上に役立つものになるようにソフトウェアですね、いわゆる運用面で作り上げていく必要があるという思いから質問させていただきます。それでは1の新庁舎は住民に対してどのような便利さを提供するのか具体例から伺います。よろしくお願いします。関西課長渡辺正明君。ただいまの質問にお答えいたします。新庁舎につきましては、町民サービスと行政効率の向上を目指した機能的な庁舎を基本方針に、町内6カ所に分散していた出先機関を集約し、ワンストップフロアとして建設してまいりました。また建設にあたっては、高齢者や障害者などすべての利用者に配慮したユニバーサルデザインの理念のもと、開放感のあるエントランス、バリアフリー化や分かりやすい窓口配置により、すべての人に優しい庁舎としております。こうしたことから、窓口手続きにおける住民サービスの利便性や効率性が図られるものと考えております。小林和義君。再質問です。このご説明のですね、ワンストップフロアっていうのはあくまでもそのハードですね、建てを基本としたものですが、いわゆるソフトウェア運用面でのワンストップ窓口を実現する予定はございますか。お願いします。関西課長渡辺正明君。
ただいまのご質問にお答えいたします。ワンストップ窓口と関係なく、既存庁舎においても体がご不自由な方が来庁された場合は、2階の職員であっても1階に降りて対応しております。また9月定例化においてお悔やみ等の手続きを相談室などを活用し、ワンストップの検討をする旨の答弁をした経緯がございますので、新庁舎の会長後は今後さらなる検討に入りたいと考えております。以上です。議長。小林和義君。ワンストップ窓口への対応も検討されるということですので、よろしくお願いいたします。それでは再質問です。今まで説明された以外で町民が便利になったと実感できるところがありましたら、具体的に説明していただけますでしょうか。関西課長渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。庁舎整備につきましては、利便性の向上を図るため整備してまいりましたので、今後は新庁舎を使用していただき、町の皆様の声を傾聴していきたいと考えております。以上です。はい、小林和義君。分かりました。皆さんの声を聞いてなお便利さを追求するというお答えですので、よろしくお願いします。それでは再質問です。新庁舎での業務スタート当初はですね、町民も実際どこに行ったらいいのか迷う場面が発生すると思います。この辺のですね、便利にするためにこの辺対応はどのように考えているのかお聞きいたします。関西課長渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。新庁舎の会長後、12月の19日から1階フロアが開庁してまいります。12月の19日からは当面の間案内役を配置する予定になっております。以上です。以上。小林和義君。はい、分かりました。それで、十分案内ができると思います。再質問です。庁舎のですね、計画当初から指摘があったですね、南側からその庁舎を横断する道路についてですね、この辺はどのような対応にお考えられているのかお聞きします。関西課長渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。新庁舎開庁後は、庁舎西側の大日差しの下を、歩行できる予定になっております。以上です。小林和義君。分かりました。あそこを、車はダメだけども歩いては渡れるというふうに解釈いたしました。再質問です。新庁舎でのですね、業務を開始すると、当然当初計画したものから改善を行わなければならない部分が発生すると思われます。やってみて初めて分かる部分も出てくると思います。そこで便利さのより向上を目指して、職員の意見と利用する町民の意見をどのように収集し、業務改善に反映するのか教えてください。関西課長渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。今後は新庁舎となり、ワンストップフロアとなることから、業務を進めていく中で改善すべき内容も発生してくると予想されますので、その都度、対応してまいりたいと考えております。以上です。以上。小林和義君。私が聞きたかったのは、
職員の意見とですね、利用する町民の意見をどのように収集するのかですね、この部分についてお尋ねします。管財課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えさせていただきます。具体的に収集方法は今後の検討していくこととなると思いますが、現状職員の意見であれば担当課長から所属長へと伝達され検討することになります。また町民の意見につきましては献身的なものであれば校長広報担当が受けたまわり関係課に伝達することになっておりますので、原稿を踏襲するのであればこのようなことが考えられますが、今現在どういう方法で徴収方法をするかということは具体的に決まっておりませんので、今後検討させていただきたいと考えております。以上です。以上。小林和義君。先ほどですね、お答えの中に町の皆様の声を傾聴していきたいとお答えになっておりますので、ぜひここはですね、積極的に、アンケートまたはその他で、町民の声をスタート時が一番大事なんですね。もう町民が来て、迷うこともあるだろうし、いろいろ便利と思ったら不便だったということもきっとあるでしょう。この辺は、ご検討をぜひお願いします。それでは、再質問ですが、住民のサービスの一環としてですね、住民に開放するエリアがあると聞いていますが、それについて教えてください。管財課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。新庁舎では1階北側に町民開放会議室と、西側に町民ギャラリーを、設けております。庁舎内であるためセキュリティや管理面など、制限が必要であると考えますので、運用のルールについては現在、検討中でございますので、ルール等決まりましたら町民の皆様にお知らせしたいと考えております。以上です。小林和義君。ワンストップルアによりですね、庁舎はワンストップ窓口、いわゆるそこに行けば全部その手続きが終わると、これは非常に大変な窓口ですけど、これも応用が可能ということなので期待しています。進化した庁舎でですね、住民が建ててよかったと思えるようによろしくお願いいたします。それでは括弧2の質問に入ります。この庁舎のレイアウト構築にはですね、各窓口の利用状況の把握から決まっていると考えます。そこで2の質問ですが、住民の庁舎利用目的で利用が多いのはどの窓口業務と把握しているのか伺います。管財課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。住民の庁舎利用が多い窓口業務につきましては、富士川町新庁舎執務環境整備基本計画において調査検討した結果、戸籍謄本、住民票及び納税証明書の発行などの証明業務、児童手当や子ども医療費などの申請業務、福祉子育て相談業務など、生活に密接に関わるものが住民利用の多い窓口業務であると把握しております。以上です。以上。小林和義君。このデータはどのようにして、集計されたものか教えてください。管財課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。執務環境整備基本計画では策定にあたり、現況のレイアウト調査、文章量調査、来庁舎窓口利用実態調査、
職員アンケート調査などを実施し、得られた客観的データを分析して策定したところであります。以上です。以上。小林和義君。どの自治体も大体同様のようなデータのようですね。例えば佐賀市ではですね、やっぱり 36% が戸籍、住民票、市税のための証明書の取得と。で次が、出生死亡届、これ 16% のデータがあります。あと府中市ではですね、なんと 54% が戸籍、住民票、印鑑証明というふうに半分以上がそのやっぱり手続き上のものなんですね。あとは2番目に国民健康保険、国民年金が 16% となっていて、まあ、どこも戸籍、住民票等の証明書発行の業務がまあ多いようですね。それでは再質問ですけども、これらのデータはですね、今回の庁舎レイアウト、人員配置にどのように生かされているのかお聞きします。管財課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。執務環境整備基本計画では、住民の利用が多い窓口業務を1階に配置することとし、町民生活課、子育て支援課、税務課、福祉保健課、会計課を配置したところであります。以上です。小林和義君。再質問です。人員配置を変更した部分はございますか。管財課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。人員配置については変更しておりません。以上です。以上。小林和義君。再質問です。今後ですね、業務処理状況把握のために新庁舎での業務処理データ収集を行う計画はございますか。管財課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。データ収集までの実施はいたしませんが、新庁舎において窓口業務が開始になることから、来庁舎の利用状況の把握のため、職員へのヒアリングなどを実施してまいりたいと考えております。以上です。以上。小林和義君。先ほど私が言ったですね、佐賀市とか府中市ではですね、来庁された方々にアンケートを取って、その各窓口の状況を把握したようです。まあ、ですからですね、職員さんのですね、アンケートのみならず町民からのデータ収集もご検討をいただけるようにお願いいたします。管財課長、渡辺正明君。先ほど括弧1の、一般質問でもありました通り、町民の方の意見を傾聴するというようなところで、今後検討させていただきたいというような、お答えをさせていただきましたので、今後、どのような方法で町民からも意見をいただくかという部分につきましては、検討させていただきたいと考えております。以上です。以上。小林和義君。それでは大きい2の質問に入ります。大きい2はですね、業務改善についてです。一般に改善の意味はですね、大きく2つの捉え方があります。1つは不具合があるところを改めて良くすること、要するに問題があるから改善をするといった意味ですね。見方を変えると問題がなければあえて行わないということになります。で、2つ目はですね、より好ましい、望ましいものへ改めること、そのための創意工夫の取り組みの意味です。これはですね、問題があるないにかかわらず業務の質効率化を目指して常に考え、創意工夫を業務に取り込むことを意味しています。今回は
主にこの2つ目の意味の改善が重要と考え質問させていただきます。取り上げました理由はですね、先ほど申しましたように、多くの先進の機能を取り入れた庁舎のハードは、いわゆる建屋ですね、これは完成しました。今後はこのハードをいかに運用するかにかかっていると思われます。そして職員と町民の創意工夫で、全ての職員も町民も納得するより進化した庁舎にする必要があると考えるからです。それでは、括弧1の質問に入ります。住民サービス向上には窓口業務、事務処理等の業務改善は不可欠ですが、現在どのような形で進められているのか伺います。財務課長、樋口和也君。それではただいまの質問にお答えさせていただきます。私たち職員の対応といたしましては、来庁される方がお求めになっているご要件について速やかにお答えできるように常に心がけているところでございます。また窓口対応の際には誤りがないように各担当において整備してある事務マニュアルといえる業務手順書により事務手続きを行っております。なお、こうしたことから日々の窓口業務におきましては、これまでに大きな問題となるような対応はなかったと理解しているところでございます。以上です。小林和義君。ここでお聞きしたいのはですね、問題があったかどうかを聞きたいのではなくですね、改善はどのような形で進められているのかということなんですけども、ちょっと私の聞き違いがあったかもしれませんが、よろしくお願いします。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど答弁の中でもありましたが、私たちは業務手順書というもので業務を進めております。これを活用して正確かつ誤りがないようにということで業務に当たっているところでございます。以上です。以上。小林和義君。わかりました。それではですね、再質問ですけれども、改善が行われた場合ですね、その改善内容の記録は残されているでしょうか。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。改善ということでありますが、改善が起きた場合は先ほどの業務手順書、これを見直すことを通してございます。そうしたことで特に記録という形では残しているものはございません。以上です。以上。小林和義君。記録が残されていないというようなことですがですね、どこからの提案で、いつどの形で、どのような形で改善を行ったのかというと、これは重要な情報なんですね。改善内容の有効活用と全課での全部の課ですね、情報共有化のために今後はエビデンスをしっかり残してですね、管理を行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。業務手順書というものが第一段階で一番大事な、マニュアルというようなもので、事務処理を行っておりますけれども、議員おっしゃる通り、全体にかかるようなその改善提案がなされた場合は、全職員において情報共有をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。小林和義君。わかりました。それではですね、括弧2に質問に入ります。現在まで職員からどのような業務改善が改善提案があり、住民サービスにどのように寄与したか、この辺について教えてください。
財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。これまでの提案につきましては、窓口業務における証明書の発行手数料の支払いを、会計課窓口へ行くことなく、レジスターによりその場でお支払いいただけるよう、来庁者の利便性を図った例がございます。また、葬儀後の手続きが分かりやすく、速やかに行えるように、お悔やみハンドブックについて作成した例もございます。これらはその一例ではありますが、職員におきましては、目立った提案とまではいかなくても、特に来庁者へのサービスの向上につながるような業務手続きにつきましては、それぞれの担当ごとに対応しているところでございます。以上です。以上。小林和義君。再質問です。職員からの改善提案は年間どれくらいの件数がありますでしょう。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。集計しているものがございませんので、把握はしてございません。以上です。以上。小林和義君。再質問です。職員からの提案はどのような形で収集していますでしょうか。教えてください。財務課長、樋口和也君。先ほどと同じような回答になりますけれども、各課内でそれぞれ対応していますので、全体での収集というのはしてはございません。以上です。以上。小林和義君。再質問ですけれども、職員からの提案が採用となった場合、職員への功績に対する評価をどのような形で行われていますか。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。職員への功績に対する評価でございますが、業務改善等に関して評価するというものは特に用意しているものはありませんが、職員につきましては人事評価というような評価制度によりまして、日頃の業務全般において評価をしているところでございます。以上です。以上。小林和義君。今までその回答していただいた内容からですね、業務改善に対する重要性の認識度をもう少しアップした方が良いのではないかと感じました。改善の集計もしていない、各課ごとにやっているのに全体としての把握もしていない。せっかくの改善なんですね。非常に欲しい気がします。各課にまたがる改善もあるでしょうし、共通する改善もあるでしょう。各課のバラバラな点を結んで、全庁でしっかり、バラバラな点を線で結んでですね、全庁でしっかり把握して共有化を図ってはいかがでしょうか。改善はですね、もう一度言いますけど、問題が生じて指摘されてから行う改善もありますが、問題が発生しなくても効率アップ、費用削減、住民サービス向上の改善もあるんです。よろしくお願いします。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。住民サービスの向上、そして事務処理の効率化を図るということが、私たち職員にとって一番大事なことだということは認識しているところでございます。これまで改善すべき事案については、集計等を行っている状態ではございませんでしたが、必要に応じては、前科にまたがるような改善情報もあろうかと思いますので、今後は前科にまたがるような情報については、情報共有しながら、引き続き職務をしっかりと対応してまいりたいと考えております。以上です。議長。小林和義君。分かりました。よろしくお願いします。それでは、括弧3の質問に入ります。現在までですね、町民からの行政の改善、提案については、どのような形で反映させてきたかを伺います。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。町民の皆様からの行政へのご意見やご提案などにつきましては、電話やメール、
また直接お会いしたときなどに様々な機会を通して頂戴しているところでございます。こうしたご意見につきましてはすぐに対応できるものは関係する担当におきまして検討や実行に移しているところでございます。また予算が関係するような内容におきましては町内の関係課等で検討させていただき、その効果や有効性について判断しながら対応させていただいているところでございます。以上です。議長。小林和義君。再質問です。町民からの提案はですね、どのような形で収集されているでしょうか。お伺いします。議長、財務課長。財務課長樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。先ほどの答弁と重なりますが、電話やメール、また直接お会いしたときに伺っております。こうしたことで、対応しているのが現在の現状でございます。以上です。以上。小林和義君。先ほどの質問とかぶりますけれども、今度は町民からのですね、改善提案は年間どれくらいの件数がございますか。財務課長樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。町民からの件数、提案件数でございますが、内容をお聞きする中でその都度対応しているという現状にありますので、現在件数まで把握しているというものはございません。以上です。議長。小林和義君。提案された、町民からですね、提案された内容が適正で採用可能かどうかの判断は、判断される仕組みはどのようになっていますか。財務課長樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。特に仕組みというような形を取っているものはございませんが、住民サービスに対してまた事務処理が効率的であるかどうかについては各担当課によりそれぞれ判断しているところでございます。以上です。議長。小林和義君。その町民からですね、提案が採用となった場合、提案町民への提案に対する反映等の結果の連絡はどのような形で行われていますか。財務課長樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。町民の皆様からご提案やご意見等をいただいたものにつきましては、その内容を対応させていただいており、提案していただいた方のお名前や連絡先が分かる方につきましては、その結果について連絡をさせていただいております。なお匿名等のメール等もございます。こういった場合につきましては、内容によって対応をさせていただくというような結果で結論を出しているわけですけれども、住民の方に分からないので、その結果を報告するということができない状態で進めているところでございます。以上です。以上。小林和義君。再質問ですけれども、町民からの行政の改善提案、これもですね、先ほどの職員からどのような改善策があったのか、と同様にですね、前庁としてしっかりエビデンスを残して管理していただく必要があると考えます。非常に重要な情報になりますので、この辺いかがでしょうか。財務課長樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。新庁舎となりますので、ご提言いただいた内容とこれにつきましては検討をするのは当然でございますが、そういった提案内容につきましてもしばらくの間は管理してまいりたいというふうに考えております。以上です。議長。小林和義君。それでは括弧4の質問に入ります。ここが私が一番言いたいところです。新庁舎の完成を機にですね、住民サービス向上を目的とした業務改善提案制度を確立してですね、職員、町民のアイデアで
建屋のみだけでなく内容もより進化した庁舎を目指す考えはございますでしょうか。お伺いいたします。町長望月俊樹君。ただいまのご質問にお答えいたします。まさに議員ご指摘の通りですね、建屋のみではなく内容もより進化した庁舎を目指していかなければならないというふうに思っております。新庁舎が供与開始となる初期段階においてはさまざまな課題が発生するしてくると予想しているところでございます。こうした問題の解決には職員はもちろんのこと、これまで同様に住民の皆様からのご意見等をお伺いさせていただきながら、親しみやすく利便性の高い庁舎となるようさらなる住民のサービス向上に向け対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。進化した調査を目指していきたいと思っております。以上でございます。以上。小林和義君。再質問です。今の質問はですね、住民サービス向上のための業務改善提案制度の確立について伺っているんですね。これについてご回答お願いします。財務課長樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。業務改善提案制度というものにつきましては多くの民間において取り入れている制度ということを聞いてはございます。行政事務におきましてもこうした民間の例を参考とさせていただき制度化まで必要であるかどうかそういうことも含めまして検討してまいりたいと考えております。以上です。小林和義君。制度化っていうとなんかその規制をかけるようなねイメージがあるかもしれません。でもここでいう制度というのは、提案皆さんからの提案が出やすくする仕組みを作るというのが、まあ、制度ということになるんですね。まあ、なんとか制度っていうとなんかギチギチ固めて、なるべくそこから外れないようにする制度ではないんですね。なるべく皆さんのアイデアをうまく収集してうまく活用するという仕組みをという意味ですので、ご理解願います。ですね、再質問ですけども、他県とか他市町村の自治体で行われている業務改善の情報は収集されているでしょうか。お伺いいたします。財務課長樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。本庁では地方自治等の全国機関紙や、あとはインターネット、こういったものを活用させていただいて先進地情報などの情報を得ている状況でございます。以上です。以上。小林和義君。他県とかですね、他市町村で行われている業務改善を参考にして改善を行った事例はございますか。財務課長樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。例えばという、まあ、一例となりますけれども、そういった機関紙等をで情報を得た中で、改善した例といたしましては庁舎内の案内板表示何々か何々かという表示でございますが、これを多言語化したという例がこれらの情報から得て改善した一つの例でございます。以上です。以上。小林和義君。再質問ですね。今ですね、全国規模で改善情報の共有化を図り、それぞれの職場でより、良い仕事をするための気づきになることを目的として、全国都市改善改革実施事例発表会というのをやってるんですね。これは各自治体がやってることです。私はそのいろんな企業にいたので、企業は改善提案制度ってこれはもう当たり前のことなんですね。各企業はもう利益追求なので、たとえ1円でもその提案で下がるんであればすぐ採用すると
で、場合によっては年間それが100万円の利益につながるということであれば、その提案した人に対しては例えば10万円の報酬をあげると、まあ、いうような、そうしてみんなでその知恵を出し合って書いてます。まあ、自治体でも同様にやってるところは実はあるんですね、発表会が。これは平成18年からもうやってると。で、全国の改善事例集っていうのも発行してるんですね。中身を見たんですけども、なかなか、まあ、私皆さんが見れば当たり前のことかもしれませんけど、いろいろノウハウがいっぱいありました。例えばですね、新任者への業務指導状況の見える化とかですね、現金と払い込み書作成事務の自動化とかです、まあ、これ RPA、 うちもやってるかもしれませんね。あとは筆着日が決まっている書類の発送準備時間の短縮と発送忘れを防ぐ工夫とかですね、あと大きいものでは焼却炉のですね、薬品の選択肢の拡大と、まあ、うちはその焼却炉の管理をしているかどうかわかりませんが、例えばこれも自治体なんですね。でこれで年間5600万円の費用をですね、削減したというね、というふうにいっぱい事例がございます。なので、私としてはですね、こういうものに参加されて、積極的にですね、まず参加されて、まずうちのレベルがもしかしたら他のところよりも上を行ってるかもしれない。こんなこと当たり前でやってるらということかもしれませんけども、一応参考にして、でうちのより高いところを目指すっていうふうに思うんですけども、積極的にその活用したらどうかと思うんですが、いかんでしょう。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。議員の貴重な情報として受けたまわりました情報の方ありがとうございます。本発表会につきましては、その発表会に参加できるものなのか、それがその確認が必要であるとは考えますが、たくさんの事例については本庁においても活用可能なことになろう例もあろうかと思います。参考にさせていただきたいというふうに考えております。以上です。以上。小林和義君。一応ですね、私確認をさせていただきました。とするとですね、この事務局は中野区の市役所内にあります。ここで統括していると。で問い合わせで見たところ、どの市どの町も参加可能ということなんですね。で回覧のみでも可能です。まあ、今言ってその見るだけでも可能だと、いうことなんですね。で、令和4年度の全国都市改善改革実施実践事例発表会はですね、来年の3月に中野区でやるらしいです。したがってより進んだですね、住民サービスの向上のためにぜひ、参加のご検討をお願いしたいと思います。それでは、再質問の4ですね。くどいようですけども、庁舎のですね、もう建屋ハードは完成しました。あとはこのハードをいかに生かすかにかかってるんですね。そこで、住民サービスの向上にはですね、日々業務の改善は必要不可欠。ここをこうすればもっと業務の効率が上がる、このやり方を少し変えれば、経費が安くなる等のアイデアはですね、皆さんの頭の中にきっとあると思うんですね。そのアイデアを出しやすく運用しやすくすればいいんです。そこでですね、各組織と各課の枠を超えた業務改善提案制度制定のプロジェクトチームを作ってですね、住民サービスのために改善提案制度が定着するまでの間取り組んではどうかと考えます。もしプロジェクトという言葉が大げさであれば、委員会という形でも構いません。ここではですね、各職員からの改善提案の収集方法、提案内容の審査方法、全庁発表会、表彰方法等の仕組みを決めて一斉に開始すればいいんです。いかんでしょうか。財務課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。
先ほどの答弁と重なりますが、業務改善に対する制度化、こういうものについては検討する必要性があります。それとプロジェクト化ということであれば、なおさら組織を動かさなければならないことになりますので、これについても庁舎内において検討する必要があるかというふうに感じております。ただ議員おっしゃったとおり、そういう重いものではなく、仕組み程度のものであればということであれば、これは非常に住民サービスの向上につながるということになりますので、これについては前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。以上。小林和義君。今までにですね、ないものを作るというのは大変かもしれません。ただですね、町民と職員の提案、創意工夫で他をリードする町にする手段の一つなんですね、これね。ですから、誰もが考えつく当たり前の提案でもいいんです、スタート時は。さらなる住民サービス向上のために期待しています。ぜひともですね、町長トップで仕切っていただいてですね、ぜひとも私はお願いしたいなと思います。以上で私の質問を終わります。以上で通告3番、5番小林和義君の一般質問を終わります。ここで暫時休憩をします。なお再開は午後1時といたします。